どうもるのでーす。皆さん、新年明けましておめでとうございまーす。2024年になったとのことで、今年もたくさんね動画を撮っていきたいと思いますので、皆さんどうぞよろしくお願いします。2024年年明け1本目の動画なので、ちょっと、それにちなんか企画にしていこうと思います。 Get Ready With Me で2023年の振り返りと2024年の話をしていきたいと思います。そう、今日はねメイクめっちゃスペシャルなものを使いたいと思います。ワン、このタツのマークがついたですね、こちらのニューイヤーコフレを使っていきます。めちゃめちゃ可愛くない？そう、これね中身は綺麗だからちょっと後で見せますね。うん、お楽しみに。であとはあんまりね実は話してこなかったんですけども、まあ2023年、ちょっと私もいろんなことがあったので、まあどんなことがあってよっていうのと、2024年の、こういう年にしていきたいよっていうのをざっとお話できたらと思いますので、皆さんどうぞごゆっくりお楽しみください。ということで今日もよろしくお願いします。 Let's go。 ということで最初は下地、ケトボスのミネラルインナートリートベースのラベンダーベージュを使っていきます。これが去年のね、もうかなりお世話になっていたアイテムで、今年もねどんどんと使っていきたいなと思います。今日使っていきたいのが割とねピンクっぽいカラーなのかなと思うので、ちょっとこうピンクカラーに合うようなお肌にしていきたいなって感じですね。もう2024年が始まってもうどんぐらい、この動画投稿してる頃にはもう1週間ぐらい経つ。早いよね。年始が特にね実家に遊びに行ったりとかしててさ、やっぱりちょっとお出かけする機会も多いからバタバタしてたなって感じなんだけど、本当にもう気づいたら1週間経ってたみたいなそんな感じね。早いね。ファンデーションがアディクションのザファンデーションのリフトグロー006番使ってきます。ベスコスで使ったのでね、今年も使っていきますよ。私2023年をさ振り返る動画撮ってなかったから、そう、それも今になっちゃうんだけど、皆さん2023年はどうでしたか？去年はやっぱ状況が私はね一変した気がするんだよね。コンシーラーがディオールのフォーエバースキンコレクトコンシーラー使っていきます。まあそれで多分一番大きいのが、まあ、結婚かな。生活として変わってることはあんまりないけど、今年あった大きな出来事っていうのはまあ結婚かなと思います。うん、なんかいい感じ。なんかさ発酵してない？新年だからかな、そう、縁起がいいものって思っておこうかな。早速じゃあ使いますよ。ババン、ドラメルシエのルースセッティングパウダートランスルーセットでございます。めちゃめちゃ綺麗だね。あとここにローラメルシエのマークもついてます。パウダー自体ちなみにふわふわです。こんな感じのなんか雪みたいな感じだね。のせると見えないでしょ。そう、でもすっごいふわふわな感じ。ローラメルシエのこうパフもついててすごいね、これも可愛いよね。いつもスポンジでのせてるので今日もスポンジでのせていきます。それこそ2023年になった時に私プロポーズしていただいて、そう、年明けね、そうハッピーニューイヤーってなってプロポーズを受けたので、であとはもう結婚式の準備したりで、私生活においては本当結婚に向けた1年だったなと思います。しかもね、私の周りもすっごい今年多くて、今年度だけでももう7回ぐらい結婚式行ってるんだけど、そうめっちゃ多いよね。そう、自分の周りもねやっぱすごい結婚する子が多くて、私はとにかく私生活においてはもう結婚の1年、もう自分だけじゃなくてね、そんな感じでした。なんかこのさパウダーめちゃめちゃ綺麗だね。実際見ると結構マットな感じするんだけど、すごい綺麗だね。なんか均一じゃない？ムラがない。しかもね今濡れたスポンジでのせてんだけど、かなりこれ相性いいかも。これまた年明けにいいコスメに出会いました。すごいね。ペンシルがヒンスのアイブロウペンシル使っていきます。活動面においての2023は本当にねすっごい悩んだ年だった。活動をする上で今までで一番悩んでたかも。ちょうど去年に YouTube の登録者が10万人になって、でその時にやっぱり何かを成し遂げた感がやっぱあったからすごい嬉しかったのよ。そこから本当に必要以上に逆に考えすぎちゃって、みんながどんな動画見たいのかなとか、どういうの作ったらもっと楽しんでもらえるかなとか、なんかすっごいね
変に考えすぎちゃって、一旦10万人っていうものを見ちゃったもんだから、やっぱりもっと頑張ろうって気持ちになった分、逆にこう数字をすごい見るようになっちゃった時期もあって、なおさらより分かんなくなっちゃってそったりしてね。そう、すっごい悩んでんの。やばい時は本を1日6冊ぐらい買ってって、なんか SNS マーケティングとかそういうブランディングとかバーって買ってずっと読んでた時もあったし、それぐらいねすごい悩んじゃってたね。アンドビーのアイブロウマスカラクリア使っていきます。でも本を読んだとしてもやっぱり自分が欲しい答えってあんまりなくて、もうとにかくずっとずっとどういうものを作っていけばいいかなって、必要以上にすごく悩んじゃった1年だったかなと思います。もうこの秋ぐらいまではずっと悩んじゃってた。アイシャドウもちょっとニューイヤーコフレのもの使っていきます。こちらローラメルシエのこちらミニサイズですね。カラーがさ2種類でここについてんの、めっちゃ可愛いよ。こんな感じのピンクカラーになってます。めっちゃ可愛いよね。ちょっとこっちが赤っぽいんかな、どうなんだろう。ちょっとやっぱこうさメタリックな感じも入ってて華やかじゃない。お正月はこんな感じで華やかでいかなきゃねめっちゃ話重かったのにね。めっちゃ可愛いピンクだね。あ、でも馴染みいい。そう、それでさっきの続きになっちゃうんだけど、もう本当にどうしたらいいか分からなかった時に、やっぱりね自分が一歩成長したから出てきた悩みなのかなと思って、そこはちょっとポジティブに考えて、単純にこれの解決方法をまだ知らないだけで、解決方法を知っちゃえば今後また同じような悩みに当たったとしても、またそしたらすぐ解決できるから、だからここは今踏ん張り時だと思って、いろんな方のね作ってる動画見たりとか、とにかくいろいろしてましたね。こんな感じになりました。めっちゃ綺麗。エクセルのアイライナー使っていきます。そう、それでねいろいろとリールを作って模索してたらね、一本すごい素敵なインスタグラムのリールの動画に出会って、それがねリップの開封レビューのね動画だったんですよ。開封レビューって言ってもいろいろあると思うんだけど、つい見とれてしまうようなそんな綺麗な映像を作ってて、私はその方の作る動画をねすごく見たいなと思ったし、自分も作ってみたいなって思ったんですよ。それを見てすぐ夜にね作って、実は投稿した動画がめちゃめちゃ伸びてくれたんですよ。本当にありがたいことに、インスタのリールで今99万再生で、そう、あとちょっと100万再生してくれるかなと思うとこなんだけど、マスカラがエレガンスのマスカラ使っていきます。やっぱ今年はすごくね数字を見ちゃって一喜一憂とかねしちゃってたから、そういう意味では数字にすごくとらわれた年でもあったから、ここで少し数字の意味でも報われたのはすごい私にとって大きかった。でもやっぱりその時に思ったのは、純粋に自分がやっぱり見たい動画とか作りたい動画ってやっぱすごく伝わるなと思ってて、やっぱり自分が作りたいとか自分がときめくことに従っていくのが一番ねいいんだなって思います。すごいまつげがパッチリいい感じ。チークがこちらになります。ブラッシュカラーインフュージョン2024年のリミテッドエディション04番ジンジャーです。携帯瞬間ババーン、タツがいるの、めっちゃ綺麗じゃない、彫刻みたいな感じ、かわいい。使うのがもったいなくなるぐらい、ちょっとこう程よいピンクな感じかなっていう感じでしたね。言葉にするとすごい単純でさ、本来 SNS ってそういうものなんじゃないのっていう感じなんだけど、自分が納得するっていうのがすごい難しくて、いろんな人から見たらすごく遠回りな空回りな思われるかなと思ったけど、まあ、自分で探して納得した答えだったから必要な1年だったなと思います。リップがローラメルシエの05番使っていきます。こうねローラメルシエのカラーってやっぱ独特だから、ローラメルシエの時はやっぱローラメルシエでまとめた方がめちゃめちゃ可愛いと思います。これも結構クッキーカラーで新年には良さそう。何の根拠もないけどやっぱ赤とかそういうのはすごい良さそうじゃない。こんな感じで塗っていこうかな。髪の毛もやって完成したら今年の目標も言っていこうかな。こんな感じめっちゃ綺麗。じゃあちょっと髪の毛アイライラやっていきたいと思います。バイ。はい、完成です。新年にぴったりな多幸感かつ
こう華やかなメイクに仕上がったんじゃないかなと思います。去年が、まあ、さっきもお話しした通り、割とね、あの活動においてとかはこう悩んでなっていう1年ではあったんだけど、今それが結構晴れた状態であるから、割と今年はねすごい前向きにいろいろともっともっと動きたいなと思ってます動きたいって大変だけど、もっといろんな人だったりとか、こう物でもコスメでも何でも、もっとときめくものにたくさん出会って、自分がやっぱ発信したいものをどん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 こう発信していけるような、そんな活動をしていきたいなと思っております。そうで、あと私生活においては実は結婚式がもうすぐなんです。動画になるべくしたいなと思いつつ、まあちょっと当日とかきっと忙しいだろうから、どこまでできるか分かんないんだけど、そうで、それに向けてやっぱいろいろと準備してたこととか、やっぱ良かったこととかもたくさんあるので、それもどこかで、動画にできたらなと思います。ということで皆さん、2024年もどうぞよろしくお願いします。ということで今日の動画はここまでです。また次回の動画でお会いしましょう。バイ。